こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジーは初めていきましょう。せっかくなんで楽しまなきゃね。これからもよろしく。さて、今回はさあ今回ですね、新たに、スマートフォンを導入しました。ASUS の Zenfone 7、Zenfone 5Z です。いや、Android 端末、今まではiPhone6S で、撮っていたんですが、ストレージ容量がちょっと気になったもので、もっとストレージ容量大きいものはないかなと思って、128GB 搭載の、このスマホに切り替えました。はい、やっぱり現時点での上位モデルの CPU を搭載しているためですね、このように、画面もなかなかサクサク動きます。いつも会社に泊まってると思われるんだよね。さすが。ちょっと困っててさ。おお、グッジョブ。なかなかやりますな。ちょっとタッチがね、なんか気にはなるんですが、それはまあ iOS 端末使い続けているかっていうのもあるかと思うんですよね。さてですね、今石が、せっかくなんだし楽しまなきゃね。これからもよろしく。310溜まってますので召喚ができます。今夜はお月様が綺麗ですね。これですね、異世界でもウサギですか。他にニューゲーム召喚ガシャってもできんのか。軽音もあるし、そうですね、これ400個なんで、こちらをやってみますか。行ってみましょう。音もいいですよね。音が。魔法使いの若さユーリよ。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。残念ながら星さんでした。お月様が綺麗ですね。そこですね、この異世界でもウサギですかの、前半なんかな。これをやってみましょう。行ってみましょう。行ってみましょう。おっさんばっかりですね。出ないですね。
星音。ユイです。魔法使いってファンタジーっぽいな。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。さあ覚醒を続けます。星さん覚醒されてもっていうのはありますが、今星さん使ってないですからね。こんばんは。夜のお手伝い頑張ります。カオス先生が限界突破できる。カオス先生じゃないや、クイズがこういうメーカー。カオも連載も頑張れそうだよ。さあ、そういう頑張り方だと、さらなる高みを目指すぞ。さあクエスト行ってみますか。異世界でもウサギですか。チャレンジです。こんにちは。今日は昼寝日和だよ。この世界でも結構長い時間やってるんですけど、可愛いウサギに出会えるでしょうか。なかなかやってないな。あ、でも6章まで行ってんのか。ノータイプ。見ましょう。泳ぐ前にはきちんと準備体操をするべし。よし、頑張ります。よし、やー、まずは順調ですね。あー、透明させる。こっちは無理だ。オッケー。さあ悩むとこですが、痛くしないでね。でも準備いいよ。ゆずこ、結構パワー使うんですよね。サクサク動きます。当たってください。倒しました。勝利のポーズって、こうかな。まあそうでしょうね。私にちゃんとでき、ナンセツです。
店を作ってほしいとはまた急だな。で、何の店をやるんだ？小説を書きつつ町の国際異世界バリスタ弁護士をやるよ。そうか、なら事務所が必要だな。事務所？うんうん、違います、喫茶店です。なんだ、手広くやるんだな。ココアさんの話は忘れてください。実は、はい、このご中さんはですね、ボイスがたくさんですね、ほぼメッセージだけのクエストが多い中、フルボイスとさすがご中佐投入だけに力入ってますよね。そういうことか、わかった、こっちで用意してやる。本当？ああ、完成したら連絡するからしばらく待ってろ。やったね、ちのちゃん、こっちでもラビットハウスで働けるよ。やったね、まるまるちゃん、家族がおっといけないるよ。はい、こんなにあっさり進むなんて驚きです。ちのちゃんいい子だね。カンナさん、お願いに来ておいてなんですけど、そんなにあっさり引き受けていいんですか？他のお仕事との都合とかお金の話とか。別に今は大して忙しくないしな、代金だって後払いでいい。カンナの紐が。あとはお前たちの店にうまい酒でも置いてくれれば私は満足だ。喫茶店なのでお酒の提供はちょっと。なんだ、酒は出さないのか？それに私たち未成年なので。未成年。その代わりにカンナさんだけ特別割引にするから。飯はライネのところで食べるからな。あらあら、それならライネさんと一緒に来ればいいんですよ。カンナさんもたまにはライネさんにサービスしないと。うん、まあそれもそうか。ラビットハウスを壁？なんだろう、ルームで。私にちゃんとできるかな。ラビットハウスを壁を設置してみましょうってなってます。クエストをちょっと抜けて行ってみましょう。まずプレゼントもらわないといけないんだ。ラビットハウスを壁を無調ルームへ。このお人形がこう地味に並んでいるとこがね、壁？これだ、ラビットハウスの壁設置します。で、どこに？普通の壁になった。これで自動的に設置されるんだ。あ、寝てるシーンを、寝てる子を起こしちゃったよ。あっちの方から、さすがにこの世界は大人にも案内できないだろう。ビリディアンヒューバイオレット。すごいですね、普通の壁。あ、なるほど、こういう風に変わるんだ。もう、じゃあラビットハウスを壁にしましょう。力ありますよね。ちょっと困っててさ、助けると思って頼むよ。サンキュー。すごくいいね。さーて、今日も気合い入れるぞ。クエストを続きやっていきましょう。こんに
私にちゃんとできるかな。お願いしてからちょうどいい空き家があってな。外観だけはすぐに終わった。中を見てもいいですか？ああ、鍵は開けてやる。結構広いですね。内装がまだだからな。物を置いていけばちょうどよくなる。これでお店を開けられるね、ちのちゃん。まったく、ココアさんは気が早いですよ。まだテーブルも椅子も何も揃ってないじゃないですか。それで、チノとココアはここで小説書きながら弁護士をやる。だったか。はい、小説を書きつつ町の国際異世界バリスタ。それはコーヒーの銘柄を当てられるようになってから言ってください。辛辣ですね。どれも美味しい。ちょっとね、ダメに決まってます。それにここは喫茶店にするって言ったじゃないですか。ココアさんをダメ人間にしないためにも立派なお店にするんです。喫茶店といってもいろいろあるが、どういう店にするんだ？ラビットハウスの名前をつける以上は王道の喫茶店にしたくて。王道。手作りパンとかも出してたんだよ。それならパン用に専用のオーブンもつけるか。コーヒーを入れる道具に関してはコルクに聞け。コルク、コーヒーが好きで自分で豆を仕入れてるくらいですもんね。パン用のオーブン、それならバンバン焼いちゃうよ。バンバン。何から何までありがとうございます。まだ中はこれからだからな。いいね。もうしばらくはかかると思うが。私、内装作るのお手伝いしていいかな？でしたら、私もお手伝いしますよ。別に手伝ってくれなくても、私一人でやるが。お手伝いするのも目的だけど、こういうのやってみたかったんだよ。私もちょっと興味があります。まあ、ココアたちがいいならいいか。じゃあ、手伝ってくれ。はい。いいですね。お、今度は床をゲットです。どんどんゲットしていきますね。この世界でも可愛いウサギに出会えるでしょうか。それは分からんが、ルームでラビットハウスを床仕様に変えたいと思います。デコレーション、この市松模様もいいんですけどね。床、あ、軽音部物質を床なっていうのもあるんですよね。あ、木目で落ち着いた感じになりましたね。なかなかいい。さて、続き。こんにちは。この世界でも今度は可愛いウサギに。赤です。赤なんで青か。水属性でもうちょっとパワーアップ したいけどね。一度ありますが、ここはシマリンで。フレンドですからね。フレンドしたい。行ってきます。かかってこい。さあ、早くもバトルだ。ここだ。ごめんさせず、調子に乗るな。本当に倒しときましょう。
さ、シマリン聞いたな、怪人め。よければ、何でもしちゃうよ。さ、シマリン。すごい。ちょっと危なかった。シマリン。今度はコーヒーカウンターがゲット。市場って何でもあるんです。コルクのお店が便利だからあそこばっかり使っちゃいますけど、意外と他のお店もあるんですよ。軽く調度品を見に来ただけなんですが、私とココアさんだけだったらお店選びの時点で迷っていましたね。キララちゃんとクレアちゃんが一緒に来てくれてよかったよ。私も新しい花瓶が欲しかったので。それに今日はお仕事もお休みですし。あのクレアさん。はい、どうかしましたか？あ、いえ、クレアさんとはあまりおしゃべりしたことがないので。そういえばそうですね。ココアさんはよく遊びにいらっしゃるんですけど。ダメだよ、ちのちゃん、もっと友達作らないと。ココアさんは仲良くなるのが早すぎるんです。距離が近い。そういえば、チノさんとココアさんは喫茶店を開くんでしたよね。コルクちゃんも楽しみにしてました。どんなコーヒーが出てくるか楽しみって。はい、オープンしたらぜひ来てください。クレアちゃんは普段何のお仕事してるの？私の仕事はキララさんが召喚する時のお手伝いですね。召喚しない日もありますけど。召喚しない日、そういう時は鍵のお手入れとか。結構大変そうですね。いえ、それが私の役目ですから。あとは趣味でお花を育てたりしています。お花いいですね。お店にも何か飾ろうかな。ちのちゃん、ちのちゃん。ココアさん、何ですか？何かいいの見つけましたか？あそこにクレープ屋さんがあるよ。一緒に食べよう。前の夢はない。ココアさん、今日は目的があるんですよ。プンプン。そうですよ、ちゃんとお店で使えるものを探さないと。私はイチゴチョコホイップのトッピングでお願いします。おーい。ちのちゃん、こっちのお皿とか変わった形で可愛いよ。パンを乗せるのに良さそうですね。コーヒーカップとかソーサーはどうします？たくさん種類があるみたいですけど。できるだけアンティーク調なのがいいですね、うん、その方がラビットハウスに合います。お店のこだわりってやつですね。はい、私は将来おじいちゃんのお店を継いで立派なバリスタになるのが夢なので、ラビットハウスらしさを大事にしたいです。大事に。私はみんなのお姉ちゃんになるのが夢だよ。クレアちゃんも私のことお姉ちゃんって呼んでね。気にしないでいいです。いつものことなので。いつものこと。キララちゃん、妹が冷たいよ。私に振られても困りますよ。これで全全編クリアで、後編はこの世界でも可愛いウサギに出会えるでしょうか。スタートということですね。でもなんか話はまだ続きます。あ、そうか、後編がスタートしたのか。ちょっとコルクさんのお店に行ってきます。コルクちゃんのお店？お買い物に行くの？はい、お店で出すコーヒーの豆の仕入れの相談に乗ってもらうんです。キララさんに聞いたらコルクさんがコーヒー豆を仕入れていて詳しいと教わったので。そっか、お店を作るのに夢中になってたけど、オープンしてからが本番だもんね。それでは行ってきます。夜には戻るので。戻らないフラグ。行ってらっしゃい。なんだ、ココアはついていかないのか？
実は私、まだコーヒーの違いとかよく分かってなくて。あ、そうだ、新しいお店のために新作パンを作りたいんだけど、カンナさん、キッチンってもう使えたりする？使えるには使えるが、オーブンがまだできてない。もし今パンを作りたいなら、ライネのところでオーブンを貸してもらえ。わかった、早速行ってきます。来た。ライネさん、こんにちは。ランプちゃんとマッチもいらっしゃい。ココア様、こんにちはです。お店の準備頑張ってるみたいだけど、調子はどうだい？バッチシだよ。もうすぐ完成するから楽しみにしてて。それでね、今日はライネさんにオーブンを貸してもらいたくって。いいけど、何か作るの？お店で出す新作パンの試作をしたいんだ。あら、楽しそうね。私も何か作ってみようかしら。ランプちゃんとマッチも一緒にパン作る？私なんかがココア様とパン作り？そんな、初めてだしご迷惑なのでは？大丈夫、教えてあげるから一緒にやろう。じゃあ、それならぜひ。僕は味見役でいいかな。よいしょっと。こんな感じですか、ココア様？うん、上手だよ。パン作りって結構力がいるんですね。生地をこねるのがこんなに大変だったなんて。少しのミスで完成度が変わっちゃうから気が抜けないんだよ。よし、次は生地を好きな形に成形しよっか。好きな形に成形したい。はい、実はもうどんな形にするか考えてあるんですよ。どんなパンにするの？これです。これは僕かい？そう、マッチって作りやすそうな見た目してるなって思って。形が崩れてしまいました。作りやすそうな見た目じゃなかったのかい？練習だからいいの。こうやって一度元の形に直せば。マッチの顔が崩れちゃったね。崩れたのは僕じゃなくてパンだよね。今度こそ、できました。じゃあ私とライネさんのパンと一緒に焼いちゃおう。はい、オーブンの準備もできてるわよ。綺麗に焼けるといいですね、マッチ。あら、マッチがすごく膨らんでるわ。大丈夫だとは思うけど、焦げちゃうと美味しくないからね、マッチ。君たち、わざと言ってるね。私にちゃんとできるかな。昼寝日和だよ。お、収集クエストがある。この戦いで私はお姉ちゃんを超える。超えると言ってますが、収集クエストも後編になったから出てきたみたいですね。収集クエストやって、今回の動画終わりたいと思います。準備はいいですね、行きますよ。ちょっとやることがあるんでね。どっからでもかかってこい。ほら、なんとか。せず、さあチェンジです。この辺にチェンジするか。よし、頑張ります。いや、決まさねえぞ。頑張る。
ゾイが来て、よし、私たちの勝ちです。やりましたね。お、仲良し度もアップした。はい、連れて行った。ああ。お？本当？え？へえ。ええ。そうじゃない。こんな往来でハレンチ。実家はベーカリーなんだ。こっちでも私のパン魂が高ぶるよ。はい、というわけで、異世界でもウサギですか収集クエスト、やっていきました。まだまだ続きがあるんですが、やりたいやるということで、収集クエストもですね、やれうち行ってみたいと思います。いよいよご中佐が、とアニマエールが加わってですね、キララファンタジアの世界も大きく広がりました。好きなキャラクターも参戦してきて、どんどん楽しめるんじゃないかなと思います。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。